マサートです、えー。ローマ人の物語4ですね。えー、このユリス・カイサル,ル、レブコン以前ですね。えー、今、えー、青年後期ですね。第4章の青年後期、えー。青年後期が年齢がこれ、31歳から39歳ですね。やっとこのカテリーナの陰謀がこの15回を勝てて終わりましたけど、えー、次がこの偉大なるポンペオスですね。ちょっと私もこの、えー 記憶が、この最初の皇帝がアウブスティウスということはこれは、えー、カエサルの娘が、えー、ユリケ帰,帰るからの娘娘向こうなんですかねその辺私もその当時ポンペュースはこの,、えー、このカエサルはもうこの暗殺されますね若いですよね、えー ということかなというとまだ徐々に今から <laughs> 1回目をそうしたんですけど完全に忘れてますねそういう、えーえー、学びをしています、えー、15回もなんかかカチリーナもその当時ですねポンペュオスが8歳ぐらい上,上かなその当時ですねキケロが神聖館でこのカエサルそしてこのポンペュオスこの時代ですね、えー、まだ皇帝アウグストがこのその時生ま,生まれたのかなまだこの えー、イエス、ままあ、紀元前ですね、えー、まだ共和制の時代ですけど、えー、こ,のこのカエサルの聞けの、まあ、ロですね聞けロかな死生かこの、まあ、法の番人ですね有名な弁護士、えー、そういう流れですけど、えー、カエサルも、まあ、ガリア戦記ですかねちょっと私も読んだことないですけど、えー、ですけどこの長い、えー、この カチリーナの陰謀が終わりましたけどちょっと陰謀この振り返ってみましょうあまあ、えー、結局このカチリーナはほ放棄しましたですねまあ3000人の他の奴隷たちを返してますねその点はまあす,すごいなと思いますけどこのようなこの、えー、カチリーナの陰謀このおまあこっち書いてありますねええー、といきます、えー、この書いてありますね、えー、この えーまあ、紀元前、えーまあ、カチリラの最後の陰謀の15回の、えー、まとめ、えーまあ、振り返りですけど、えー、紀元前63年12月の5日の元老院会議は圧倒的な多数を得て5人の死刑を決定した。えー、執政官・危険炉には元老院最終勧告を実施する権限がかく確認されたことになる。 えー、凱旋将軍のように人々の歓喜を浴びて、えー、議場を出たキケロや小家党だったがカエサルはそういかなかった議場を出た途端に彼は待ち受けていた人々から袋を叩きにあったのである急いで駆けつけた友人たちが救い出さなかったならば殴り殺しにされていたところだった そのこの13年後にカエサルがレピコン化を超えた時元老院派は悔しかったものであるあの時に殺しておけばよかったと、えー、そのよ自ら処,処刑人の先頭に立って漁に向かった危険の命令で レントゥース以下のカテリーナ一味の5人は処刑された裁判もなく控訴権も認められない死刑だったキケロは12月末日で切れる出生官の任期の最後を国家の父とまで称えられる名声と称賛を浴びて過ごす一歩を返されば 袋叩き袋叩きに合わないために指定にこもって外にも出ないで過ごした。同志5人が死刑になったのを知っても行動を起こさなかったカテリーナだがキケロは元老院採取勧告を実行に移している。ということは反国家の冒頭とされたわけでそのカテリーナに対しては。 南からはキケロの同僚執政官のアン,トアントニウスの率いる2個軍団北からはメテ,ルスメテルス率いる3個軍団が向かっていったこの合計3万の鎮圧軍に対してカテリーナのもとに集結したのは1万2千しかもその大部分は奴隷や貧民たちで武器もなければ武装もつけていなかった カテリーナは彼らを、まあ、ふるさと、故郷に返したようである。そのカテリーナと島で共にするつもりで残ったのは3000人もいたであろうか。少なくともこの3000人には武器と武装は与えることができた。カテリーナがこの3000の同志を率いて何を積るつもりであったのか、どこへ行くつもりであったのかは知られていない。 全人が討ち死にしたので,したので、えー、承認できる人はいなくなってしまったからであるだがフレンチ近くからアルノ側に沿って、えー、ピストイヤまで移動しているから、えー、アルプスを越えてガリアでも逃げていくつもりであったのかもしれない、えー、いずれにしてもビストロ、えー、イト トイアーまで行ったところで、えー、ローマの正規軍に囲まれた激戦だったが時間的には早く終わった戦闘だった、えー、自らあ敵陣に切り込んだカテリーナ一家三千の全員が討ち死にした、えー、捕虜になった者は一人もいなかった、えー、背中を切りつけられた者も,も,もいなかった全員が胸や顔を、えー、刺されて死んでいた、えー、紀元前 62年の1月末であったと言われる。これがカテリーナの陰謀の結末であった。キケロは4回にウんだカテリーナ断行の弁論を親友アテックスの経営出版社から刊行した。彼にすればシ,リビ,シビリアンがミリタリーに勝利した記念日,日のつもりであった。だがキケロは また言論は形にして残す必要を知っていた当時では数少ないローマ人の一人でもあったはい、これがカテリーニアの最後の15回の,この、まあ、復習となりますねはい、えー、今日からはこのポンペオスですねすごいですねポンペオスは 解散のあと生き残ったんかちょっとつなが私もえふと読めば一回目を通してますけど完全にもう頭が消えていますねはい、えー、次今日から新しい第一回目となりますけど、えー、偉大なるポンピュス、えー、紀元前62年という年は、えー、ローマ人にとって、えー、難問は全て、えー、解決した平和な年になるはずであった実際 えー、この首都ローマもイタリア全土も、えー、表面的には人々はあ平和で活発な日常をいい営んでいた、えー、だが水面下でまでが穏やかになったわけではなかったのである、えー、カテリーナの陰謀を未然に防いだ、えー、元,老院派のは元老院派は勝利を理をかいしていたが 今度は東方での難問をすべて解決して帰国するポンペウスの動向が心配になってくるまたカテリーナとその一味に対し当初はキケルを先頭にした元老院派の強硬策に拍手喝采した一般市民だが えー、5人が死刑にされカテリーナとその一味3,000人が全員討ち死にした後では、えー、そこまでやる必要はあったのかと公開し始めていたこの年、えー、24歳であったサルティウスは、うん、後年、えー、歴史・記述の傑作とされる、えー、カテリーナの陰謀を書くが彼もそう考えた一人であったのだ。 この年38歳で法務官プ,プラトロルに就任したカエサルは、えーまあ、人身のこの流れを活用する。と言っても法務官うーんはスラッカの改革以来添いされ,たあされて8人が定員だ。8人の人になったわけだが活用すると言っても知れていた。しかしか えー、処理によう聞けると元老院派に、うん、揺さぶりをかけることぐらいはできたのである。えー、法務官、うん、カエサルは元老院派の長老で、えー、この元老院の第一人者の地位を占めて久し,たしカトリウスが高齢もあって元老院にも出席しがちであったのを職務怠慢の流で更迭し 代わりにポンペウスを任命するよう市民集会に提案した言論派はこれに降下するカトリウスの更迭よりも今や勝利に行き上がっている軍団とそれに拍手喝采を済まない市民の人気を背にしたポンペウスに言論院の第一人者という権威まで与えることを危険視し,したからであった。 はいえー、まあこのところで、ポンペースのまあえ偉大なるポンペースの第1回目を終わりたいと思います。えー、こ返したらすごいですね、えー、もう、キケロがもう絶好調ですね、えカティーナの陰謀、元老院最終、韓国でこのこのカティ一ナまあ5人を処刑し、3000人を全員打ち死にしましたですね、このキケロ。 まあ、カイサルは否定を一歩も出ていませんね。言論委員議会を出たところで袋をきになっていますので、えー、この13年後にはあルピコンが渡っていますけど、えーまあ、13年後ですね、えー、このカイサルはこの、えーまあ、キケロのこの,この62年ですね、紀元前62年、62年ですね、はい、えー、まだイエス様が生まれ、この BC,、えー、BC ですね、AC にまだなってませんけど、この ポンペウスがこの、えー、東方ですねだってミ,ミリタテスを,をほとんど制圧してますねで、えー、この帰ってくることになりますねそういうことで、えー、このカエサルはあ動き出しましたですね法務官の、まあ、8人に1人ですけど 高齢で欠席がちなこの元老院の第一人者をまあ更迭してその代わりにこのポンペースを当てるというそういう策を動き出しますねこ,こうなるかあまあ元老院は結構この2は反対してますけどどうなるかあ次回のポンペースの2で見ていきたいと思いますマサトです、えー、こ,れのこのマサトの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いいたします 偉大なるこのポンペイスが始まりました。えー、カイサル、ポンペサは生きの <laughs>、まあ、勉強していくうちに、えー、分かっていきたいと思います。マサトです。マサトのス、の o u t u b チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また、聖書を学びたいというお友達もお教えしてますのでよろしくお願いします。えー、マサトでした。次回のローマ人の物語4、リウス、カイサル、リビコン、以前でお会いいたしましょう。マサトでした。シューガネス、パセンプルジュー、シャロム、シャロム、シャロム、